私は一年のうちで一番この季節が好きです。なぜかというと、この水仙の花が見れるからです。私がちっちゃい頃ですね、大好きだったばあちゃんとよく水仙の花を取りに行ってたんですよ。とても優しいばあちゃんだったんで、今でも水仙を見るとあの時の光景を思い出します。今年も綺麗に咲いたよ。いつもカメチャンネルをご覧いただきありがとうございます。前回干してましたこのズラ、いや白の皮ですね、もう完全に乾いてるみたいなんで一旦外してですね、早速産卵ショーを作っていきたいと思います。このチャンネルではメダカのビオトープをメインに毎週配信をしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。さっきポイってしてましたけど、大事に扱ってくださいね、高いんですから。こちらは前回の動画で、今年はメダカをこれを使って増やしますというお話です。まだ見られてない方はぜひご覧になってみてください。白の皮をこうやって丸めてですね、トンネル状のものを作ろうと思ってます。今年はですね、このスタイルを流行らせようかと思ってます。こちらはディーソーで購入してきました結束バンド30センチのものですね。なるべくメダカが出入りしやすいように円の直径をちょっと大きくしたいんですよね。なのでこの30センチのものを用意してます。結構長いものができそうなんで、ちょっと結束バンドの位置をずらしてですね、もう一箇所バンドで縛ってみます。そうするとこういう感じになります。ちょっとまだ白の手触りに慣れてなくてちょっとあたふたしてますけれども、ここのちょうど真ん中付近をですねハサミでカットします。そうするとこういう感じの大きさになりますね。ちょうどいい感じじゃないでしょうか。縛るのはですね、何でもいいと思います。私としてはですね、このバンドで縛ることによって内側と外側両方に卵を産みつけることができるかなと思ってます。それから採卵する場合はですね、今ご覧いただいている通りバンドから外して広げて取ることができますので、採卵しやすいんじゃないかなと思ってます。この形になりさえすればですね、万が一近所の方に見られても怪しまれることはないと思いますので安心してください。このトンネルの穴をですね、あまり小さくしすぎるとメダカが引っかかってしまって事故を起こす可能性もありますので、そこは注意したいところです。この小さなハギレみたいなやつはですね、くるくるって巻いて後ろを縛ればですね、よく売ってる産卵ショーみたいなものができます。今試してるのはですね、どの方向に丸めたら綺麗になるかなっていうのを試してるんですけれども、一番最初の方が良かったですね。では実際に丸めてですね、ここを後ろをですね麻紐で結びます。麻紐これですね、これも100均に売ってますんで、ある程度の長さで切って後ろを縛るだけです。簡単でしょ。麻紐は長めにとってですね、産卵ショーの反対側になんかこう木の枝かなんかぶら下げておくと産卵ショーがどこに行ったかわからんようにならんかなと思いますけど、どうですかね。だいたいこれで産卵ショーのですね、作るパターンが決まりましたので、あとはこれを量産していきます。それでは出来上がりを見ていきましょうか。これ一つでですね、だいたい400円ぐらいで売ってますからですね、結構いいのができたと思いますよ。丸いトンネルタイプのものもですね、いろんな形を作ってみました。容器によってですね、使い分けていきたいと思ってます。次はですね、前回話してました原種メダカのビオトープをちょっと綺麗にしていきたいと思います。今回はまずこの白くなった水草をですね、刈り取っていきます。その後モスがですね、かなり成長してますので間引いていく感じでカットしていきたいと思ってます。水草はですね、根を残してますので心配しなくてもまた生えてきます。ここのモスの色はですね、ほんと綺麗なんですよ。だから捨てずにですね、ストックしておこうと思ってます。このモスの中にはですね、メダカやミナミヌマエビが入ってたりしますんで注意しながら作業をしてます。モスもですね、今ガンガン切り取ってますけど全然心配することはありませんよ。またですね、いつの間にかワッサーってなってますから全然大丈夫です。いよいよ藁を置いてるところに来ましたけれども、この辺にメダカたちがいっぱい隠れてると思ってたんですけれども、あれ？なんかいませんよね。みんなどこに行ったんやろう。
え？越冬失敗した？いやいや、この前見ましたよね。これで作業終了になります。バケツに水ごと入れてるのはですね、モスに絡んだエビとかが万が一入ってた場合のためです。後でよく探してみます。次は発泡ビオトープをちょっと見てみましょうか。これはですね、茶色くなったホテイソウです。今年の冬はですね、大寒波とかもあったせいで、ホテイソウがご覧の通りかなりのダメージを受けてます。ホテイソウはそう高いもんじゃないんですけどね、これ見てですね、捨てればいいのにって思ってる方も多いと思うんですけれども、よーく見るとですね、今一生懸命枯れたところとかを取り除いているんですけど、よく見てください。この白いやつ、新しい根っこが出てきてるんですよ。これ生きてますからね。隣の容器も見てみましょうか。こちらもモスがですね、かなり大きく成長してますので、ちょっと日が当たりにくくなってますので取り外します。こちらには容器比の稚魚が入ってるんですけれども、どのぐらいの数が入ってるかっていうのをちょっと把握してないんでですね、見やすくするために上をきれいにしてるのもあります。早くこの発泡容器のですね、メダカたちを選別したいんですけれども、来週雨が降るって言ってましたからね、ちょっと今週はやれないかなと思ってます。次はですね、さっき作った産卵床を実際に水に沈めてみたいと思います。どんな感じでしょうかね。メダカさんたち、ちょっと失礼しますよ。ちゃんと沈んでくれるでしょうか。お、いい感じに浮いてますよね。あ、このぐらいだったらちょうどいいと思います。結束バンドの色がちょっと気になるんですけれども、これ茶色だったらよかったですね。もうすでにメダカたちが寄ってきてますね。やっぱ興味があるんでしょうかね。なんか来たぞって感じで恐る恐る近づいてる感じはしますけれども、中に入ったりしてくれると嬉しいですね。ビオトープの産卵はもう少し先だと思いますけどね。こちらはさっききれいにした原種メダカのビオトープです。どうですか、すっきりしたと思いますよね。右側にはさっき作ったトンネル状の産卵床、こちらを置いてます。ちょっと大きすぎますかね。ちょっと後で修正はしたいと思います。さっき姿を見れなかったメダカたち、お、いましたね。よかったです。もうどこ行ったかと思ったらこんなところに集まってますね。少しメダカたちの数が減ったような気もしますが、まだ隠れてる子もいるでしょうね。もう少し暖かくなったら出てくるんじゃないかと思うんですけれども、ちょっと餌で釣ってみましょうか。いっぱい食べに来てくれると嬉しいんですけどね。どうでしょうか、パラパラっと巻いてみましょうか。この容器のメダカたちはもともと野生のメダカでしたので、人にあんまり懐いてはないんですよ。だからですね、結構警戒しながら餌を食べに来る感じはします。この容器の隣には息子のトロ船を置いてるんですけれども、そこの中のメダカはうちで生まれたメダカなので、かなり慣れててですね、餌をあげるとバーって寄ってくる感じです。あ、そういえばこのトロ船の中に去年メダカをガサガサで取り入った時ですね、メダカでない子が1匹だけ入ってたんですけど、あの子どうなりましたかね。今のとこ姿を現してませんが、もうあれですかね、ダメになっちゃったのかな。今回こうやってですね、綺麗になりましたので、見やすくなりました。もしかしたらですね、姿を現してくれるかもしれませんので、楽しみに待ちたいと思います。こちらはスイレン鉢のビオトープですね。スイレンの葉っぱもだいぶ大きくなりましたね。メダカたち餌食いがすごいいいです。みんな集まってきてます。ここの子たちが一番なんかこう餌にガツガツしてる感じがするんですよね。でもとっても可愛いです。この隣にですね、もう一つメダカ鉢があるんですけれども、そこに入ってた白メダカのですね、結構長生きしてた子がいたんですけれども、その子が去年ちょっと星になってしまったからですね、この白メダカ少ないんでですね、この子には頑張ってほしいと思ってます。増えてくれると嬉しいですね。次は発泡ビオトープの方をちょっと見てみましょうか。これは去年生まれのですね、若いメダカたちなんですけれども、結構数がいますね。こんなに入ってるとはちょっと思ってませんでしたけれども、あ、結構います。ここにも容器が入り込んでるみたいなんで、
近いうちに隣の容器に移したいと思います。今年の冬はですね、初めて藁を越冬に使ったんですけど、心なしかみんな元気が良さそうな気がします。こちらの発泡ビオトープですが、同じように藁を入れてたんですが、定床に赤玉土を入れてませんので、このような色になってます。色はこんな感じですけれども、メダカには全く悪い影響はありませんので心配はいりません。あ、ここにも容器入ってるな。次はですね、超ビオトープを見ていただきます。前回の動画でですね、水草たちがかなり伸び放題になってて、あ、この流木の上に置いてる苔がですね、いい感じに成長してきましたね。この左側の丸い葉っぱの草ですね、こちらをきれいに整理してみました。あ、この草花がついてますね。小さい可愛い白い花が咲いてます。あ、この草ですね、今回植え直しました。前回あの小さい葉っぱがいっぱいついてた草があったんですけれども、根腐れしてましたんで、もうちょっと復活は難しかったんで、植え直すことになりました。メダカたち元気でしょう。右側にある産卵床、これもいい遊び場になってます。この超ビオトープの作りはですね、メダカが周回できるようなレイアウトにしてますので、メダカたちは退屈しないと思いますよ。前回の動画でもお話ししましたが、雨が多かったんでずっとすだれをかけてて、水草の調子が悪くなったと思います。あれからですね、すだれをかけるのをやめたんですが、調子が戻ってきたような感じがします。やっぱり日光を当てるのはとても重要ですよね。これからもう一回ですね、あの原始メダカのビオトープを覗くんですけれども、あのメダカじゃない魚、あの子がいないかなと思って今こっそり覗いてるんですが、なかなかですね出てこないんですよね。っていうか、まだ生存確認できてませんからね、いるかどうかははっきりわからないんですけれども、出てきてくれたら嬉しいんですけどね。このビオトープ綺麗にしたすぐ後にはですね、なかなかメダカの姿を見れなかったんですけれども、結構みんな目の前を泳いでくれるようになりましたね。慣れてきたんですかね。こうやって原種メダカ、あのいわゆる黒メダカですね、眺めていると、メダカの元々のこの美しさがよくわかりますよね。うちはほとんど黒メダカなんですけれども、改良メダカも好きなんですよ。好きなんですけど、やっぱこの黒メダカのですね、美しさにもう取りつかれたっていうか、惹かれてしまってですね、なかなか改良メダカの導入に踏み切れません。あ、楊貴妃とか白メダカはいますけどね。私が改良メダカを導入するとしたらですね、三色とか紅白、あのあたりがちょっと欲しいなとずっとは思ってるんですけどね。もしいい個体をですね見つけてしまったら衝動買いする可能性もあるんですけれども、まあ、今のところはちょっとその気持ちは抑えときたいと思います。新しく生態を導入するにもですね、ガサガサに行って捕まえてくるにしてもですね、今いる現状のメダカの数をですね、どのぐらいいるのかっていうのを把握する必要があると思います。先ほど見ていただきました発泡ビオトープのメダカたち、あの子たちがですね、どのぐらいの数がいるのかっていうのを近いうちに確認してからですね、今後のメダカの増やし方についても考えていきたいと思ってます。容器費用を増やしたいってずっとここ最近言ってるんですけれども、もしかしたらですね、こんな感じで容器費あちこちに散らばってますから、集めてみたら意外と数いるかもしれませんね。容器費のだるまもですね、何匹か確認してますので、その辺がどうなってるのかっていうのも見てみたいですね。次回はですね、今回作りました産卵床についてお話をしたいと思います。メダカたちが卵を産みつけてくれるか楽しみですよね。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画もちょっとはためになったよって方はグッドボタン、チャンネル登録まだの方はカメボタンを押してみてくださいね。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。